左だ、時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。この匂いだ。いよいよだね。構造は一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼溜まりは近い。行こうぜ。巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、おねんねの時間で助かったぜ。
かだったぜ。ああ、ティファ。ん？タイマーは何分？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、こんなもん。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？すぎたないネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンナカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶなり。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。何これ？5番マコーロ前からの中継です。シンナカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が追加されました。一番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満をため込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカ物、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% と想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。逃げろ！
奴ら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや、そうはいくかよ。おお、公開生産って、あのデカブツぶっ壊して神羅に赤っ恥かかせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー同化する通達、速やかに侵入者を捕獲しブリッジへ連行しろ。繰り返し、速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー同化する通達、速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返し、速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー同活がお待ちかねだ。積み込み完了。B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。やっしてたか調べるぞ。バレットクラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。邪魔してやろうぜ。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。動かせそうか。カードキーがいる。探せ。リフト操作にはカードキーが必要です。おい、先走んなよ。見つかったの？ああ。よっしゃ！操作盤をいじくろうぜ。M ユニットって書いてある。これが部品かな？ああ。マテリア溶液を使った強化パーツだ。邪魔できそうか？リフトの行き先を廃棄に切り替える。
廃棄しました。君でうまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。おい、勝てんだろうな。勝てん、せよ。そこまで。そっちは任せる。待ってました。まだまだ。ほら、よっしゃ。気合い入れてけ。私、まずカードキーを探そう。見つかった？一枚だけ。操作は一度だけか。リフトは二つなのに。クラウド、決めて。こっちの荷物は AI コアだって。行動制御プログラムのブースト装置だ。つまり素早く動くようになる。素早いロボット？それは怖いね。どれを捨てるのかよく考えてね。廃棄物を集める部屋がある。ビッグボンバーだの、 AI コアだの、結構なお宝があるんじゃねえのか。かもな。いただいちまうか。部屋が見つかればな。みんな聞いてくれ。シンナの言うことは全て嘘っぱちだ。魔鋼は星の命だ。シンナは星を食い物にしてる。だから。バレット、いきなりどうしたの？放送されんなら言いたいこと言っとこうと思ってな。音声はカットだろうな。What?
おう、引っ込んどけ。M ユニット機動兵の強化パーツだ。どれ捨てるかは任せるぜ。こっちのリフトはビッグボンバーだ。さっさと捨てるもん決めて神羅の計画をボロボロにしようぜ。顔が見えるぜ。さて、どっちが制裁されることになるのかな。楽しそう。神羅をぶちのめす姿がミッドガル中に流れんだろ。笑いが止まんねえよ。もう踊り出したりしないでね。お、一緒に踊るか。クラウド君もどうだい。
遠慮しておく。リフトは4つだ。カードキーがもっと欲しい。こっちは AI コア。他のも確認して決めるしかないね。こっちは動作速度が上がる AI コア。どれを捨てるか決めた？こっちは M ユニットか。ああ。シンラに恥をかかせるチャンスだからよ。どれを捨てるか慎重に選べよ。ビッグボンバーだな。弱っちくなりそうなのを捨ててやれ。ハイデッカー、ざまあみろ。悔しがるね。ロボット弱くなったかな。やるだけのことはやった。おうよ、やってやったぜ。あとは仕上げを残すのみ。もうすぐ出口だな。ティファ、爆弾のスイッチは？準備はできてる。デカブツをぶっ壊したらポチッといくぞ。うん。
やるだけやった。あとは出たとこ勝負だ。整備の状況は？現在最終調整中。急げ、統括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。
セブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言おう。もちろんクラウドも一緒に。ね。スマイルを忘れるな。報酬次第だな。緊急ロックモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よっしゃ、さっさと行こうぜ。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。現在、緊急ロックモード有効です。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ、俺が温度を取るぜ。いや、ティファだ。ああ、その通りだ、クソ。まあ、二人とも、よく見てね。行くよ。せーの。悪い。頑張ろうね。せーの。焦らないで。めげずに行こう。せーの。緊急ロックモード解除しました。よっしゃ。私たち息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの？最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあ、ティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。息を合わせよう。しっかりね。せーの。セキュリティモードレベル1、解除。二人とも完璧。この調子で行こう。
次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もう一踏ん張り。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。はあ、息を合わせよ。めげずにいこう。せーの。はあ、まだまだ肩ならしだ。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃ、シンラメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。